おはようございます皆さん。ハンダイー、今日もやってまいりました。今日はね、あのイオンに、充電しに行くという動画です。なんか安く充電できるみたいなんで行ってみようと思います。はい、今日はうちの奥さんに運転してもらってます。すごないこのモニター。ちょうど12時。お腹すいたな。魚にも餌をあげましょう。イオンモール神戸南まで行きたい。はい、イオン着きました。 OK ホンダ、急速充電探して。今これ、急速充電が2分の2って書いてる。普通は2分の0。これひょっとして急速充電いっぱいなんかな。よっしゃ発見。あれ200ボルトやな。クイックもあったよ。クイックもあった。空いてますように。急速充電全部で4機、あれか。全部で4機あるんかな。では、充電したいと思います。今、31% です。200ボルトの方は今日はなんか人気がありますね。テスラと、これはプリウスの、PHEV ですね。90kW じゃないやつなんで、そんなにたまらんか？まあ、やってみましょう。よろしくお願いします。はい。ちなみに、これが料金表になっております。急速充電、1回30分300円安い、普通充電は1回1時間、120円になるんですね。1時間で120円って安いんかな。ちょっとお腹すいたんで昼飯行ってきます。今支払いが終わりました。今充電中です。いっぱい貯めてね。今日はナンカレー食べてみようと思います。うまそう。これちょっとね、辛口頼んじゃいました。めっちゃ辛いんちゃうかな。じゃあいただきます。30分で食べきれるかな。急がなあかんな。こんな感じでスマートフォンで確認できます。今、残量 61% まで止まりました。もう止まったん？ 30% もすごいな。30分で飯食えるかなっていうぐらいの。こういうね、モールに来るともうちょっと1時間ぐらい充電したいなと思いますね。ただいま本題戻りました。すごい 71% 溜まってる。あれやな、最近ちょっと暖かくなってきたからかな。なんか溜まりが良くなったような気がします。では200ボルト電源に行ってみようと思います。はい、続きまして200ボルト電源。こっちはコード長いな。はい、走りなんか分かりやすく1番2番って書いてある。こっちはそっか無料なんや。あ、残念ながら無料じゃなかったです。あの昔は無料だったみたいですね。120円。では1時間で 71% から何パー貯まるかやってみましょう。はい、あっという間の1時間。ああ、本当にね、買い物とかって1時間あっという間ですよね。何パー溜まってますでしょうか。はい、お邪魔しますと。お、80%。ということは、お、結構溜まってる。やっぱイオン、結構まだ車がね、ガソリン車だらけです。今の日本は。でも、すごいね、急速充電2機と、200ボルト。この200ボルトがもっと増えてほしいな。読んで、充電の方をしてまいりましたしたので、まあ、急速充電30分で、約 40% 溜まりました。で、200ボルト1時間で、約 9%、まあ、約 10% 溜まりましたね。なので、まあ 50% です。1時間半200ボルトと急速充電使いながらで、約 50% 半分溜まりましたね。で、気になる金額は、まあ、急速充電はね、300円と、あれ安かったです。ね、200ボルトでも、今日ね、溜まりましたね。溜まった方です、実はこれ。気温が今13度です。だいぶね、これ今2月なんですが、まだ暖かくなってる方ですよね。なので、やっぱ気温によってね、だいぶ左右されますよね。これ夏場とかもっと溜まるの早いと思います。
で、あと買い物は、やっぱ1時間半ぐらいはやっぱいります。1時間でも微妙になんか当たらないぐらいですかね。イオンね、結構広かったんで、ちょっとご飯食べて買い物してとかなると、もうすぐね、1時間半ぐらい経っちゃいましたよね。まあその間、まあ駐車場も無料なので、まあその間に貯まるっていうのはすごいいいですよね。まあこれからはね、電気自動車が増えてくるので、まあこういった車の乗り方っていうのが、スタンダードになってくるんじゃないでしょうか。やっぱりね、ガソリン車に比べて、その充電というか、まあガソリンで言えば、まあガソリンスタンドですよね。まあそこへ給油する時間が、まあ長くはなるんですけども、電気自動車の場合ね、給電する時間が長くはなるんですが、まあいろいろね、用事を作ったりして、まあ充電するというね、まあそういうライフスタイルに皆さん変わってくるんじゃないだろうかと思われます。はい、というわけで、今日は、まあイオンで充電という感じでお伝えしておりました。私のチャンネル面白いと思った方は皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、充電しに行ったようでした。じゃあね、もう、